町並みは時代の流れとともに移り変わり、過ぎ去ったその風景は取り戻すことはできません。しかし写真として切り取った風景は記録として残り、人々の記憶を呼び覚ましてくれます。そんな懐かしく、どこかノスタルジックな古写真をご紹介しましょう。山田和彦さん、80歳。祖父嘉平さんから続く指物師の家に生まれました。中学の頃より家業を手伝い、設計会社などを経験した後、33歳の頃、家業を継いでいた父千吉さんに指示。以来伝統技術を継承し、長年にわたり指物師の第一人者としてその道を極めてきました。東洋一丁目の住宅街にひっそりと佇む一軒家、ここが山田さんの作業場です。まだこの辺りが須崎弁天町と呼ばれていた時代、山田さんが中学生に上がる頃、父千吉さんがここを自宅兼作業場とし、山田家は一家そろって木場から引っ越してきました。こちらは引っ越してきた当時に写した家族写真。弟さんと妹さん、山田さんの隣はお母さんです。父の仕事を手伝うようになったのはこの頃から。こちらは山田さんが写した写真、父千吉さんが写っています。材料の買い出しにちょっと生かされたりとか、まあその程度ですね。それと簡単な作業、まあ子供の頃細工場を寒い冬に弟と二人で冷たい水で雑巾がけさせられて、あんまりいい記憶はないもんですからね忘れたいからな山田家にとって新たな暮らしが始まった頃の写真。作業場は建て替えられましたが、山田さんの仕事にふさわしく趣のある外観をとどめ、周辺も閑静な住宅地の街並みとなっています。昭和35年頃、身近な娯楽は映画でした。山田家のすぐ近く、須崎弁天町にも映画館がありました。多分はっきりとは覚えてないけれど、これが映画館だったと思います。そっちまでだったかな。確かに日活系の映画だったと思うんですが、まあ、そこのところははっきりしてません。割合東映系の方がよく見てました。だけどそれをどこで見てたか、金之助さんやなんかの時代ですよね、うん、映画が最盛期だった昭和15年頃、江東区域に映画館は24館、昭和32年には17館ありました。深川南部地域には須崎映画劇場のほか、現在の木場駅周辺に一つ、門前仲町に二つの映画館がありました。ちなみに昭和32年頃、映画館の入場料は200円でした。山田さんにとっての娯楽は弓道でした。でここですね、自宅近くにあった弓道場に通ううち、その奥深さにのめり込み、25年間通い続けたといいます。
これが全部そこまで、その人の土地で、でここからずっと奥へ行って、でこの半分があの住まいになってて、あとこっちの半分が弓道場になって、奥行きが30メーター以上あるかな。贅沢な道楽ですねでもおかげさまで毎日会話してもらいました。今では映画館と同じくマンションに建て替わっています。ところ変わって江東区木場、江戸元禄の頃、それまで日本橋周辺にあった木置き場が深川へと移り、以来300年以上にわたって発展してきました。昭和50年頃にはおよそ1000もの木材業者、製材業者があり、日本有数の材木の町でした。こちらは昭和30年頃の写真。山田さんが東洋に引っ越す前に住んでいた木場で写した写真です。真ん中が小学4年生頃の山田さん、右が弟さん、左が友達です。奥に見える白い建物は定かではありませんが、その手前にある木製の建物には材木が立てかけられ、右に映る川には材木が浮かんでいるのが見えます。今となってはどこで撮った写真なのか記憶は曖昧と言いますが、住んでいた製材所の近く、掛け替えられる前の木場橋ではないかと見当をつけました。ここでいいですかね。どうも記憶がはっきりしないんですが、ここではないかなとは思うんですが、まあ、とにかく変わってしまってよく分かりませんが、ただそこの今の消防署があるあたりに大隅製材って製材所があったんですが、まあ、そこにしばらく住まわせてもらってたっていう記憶は確かに間違いなくあります。当時少年たちの遊び場は周辺にたくさんあった製材所。製材所の敷地に積まれた材木は大いに少年たちの心をくすぐりました、まあ、ほとんど遊び場所が製材所の中みたいな感じで、それとあの閉鎖になったようなところが主な遊び場でしたから、それとあと、まあ、こういうところで製材して乾燥しておくために山積みにしてたくさんね、積み上げた材木があったりして、もう少し上のお兄ちゃんたちはそういうところをね飛んだりなんかして怒られたりしてましたけども、お兄さんたちはね隠れて橋の下にもいかだがたくさんあったんで、そういうところで遊んでるっていうことっていうのはいましたけどね、そういうところしか遊ぶ場所がなかったっていうのか特にいかだの方は厳しく禁止されてましたけれども、ということは生命に関わることなんで、実際に溺死するような子も結構いたもんですから、いかだの上での遊びっていうのは禁止されてました。自宅の近くにあった三つ目通り、幼い頃見た光景もよみがえってきました。確か私たちの子供の頃は馬車で丸太を運んでたっていう記憶があります。それと橋が多かったので、だいぶ馬が苦労してたような記憶があります。でそんなことで馬糞が非常にね、たくさん落ちてて、まあ、それをなんか集めてるおじさんたちがいた記憶があります。まだ木場が木場らしい風景を醸し出していた昭和30年頃の写真。昭和40年50年代、木場にあった木材業者は新木場へと移転。材木やいかだが所狭しと浮かんでいた運河はその役割を終え、現在では多くが親水公園へと生まれ変わりました。山田さんの父千吉さんの趣味は
カメラ。蛇腹を使ったスプリングカメラといわれるカメラを愛用していました。そのカメラを引き継ぎ、山田さんもカメラ片手に街の風景を撮るようになりました。ご自身が木の仕事に携わっていることもあり、特に木場の風景には人一倍愛着がありました。こちらは昭和50年、山田さんが捉えた木場の風景。この頃には木場の新木場への移転も進み始め、木場らしい風景が消え始めた時期です。船を操り、運河を颯爽と行く操縦士の姿が印象的。奥には太い丸太が浮かんでいるのが見えます。この写真の撮影ポイントについては明確な記憶がありました。平野4丁目、大横川に架かる大英橋より南東方向、仙台堀川方向にカメラを向けて撮った写真です。ではこれを説明させていただきます。この写真はですね、ちょうどこちらからこう入ってくるところを正面から撮りました。でこちらへ抜けていくというところですね。まあこれ見た時にすごいかっこよく見えたもんですからね、このお兄さんかっこいいなと。だけどまあ私も40ぐらいの時だろうと思うんで、そんなによく見ると大して変わんない年なのかなという気はしてるんですが、今このお兄さん元気でいてくださるといいんですけどどうでしょうかね。すごいかっこいいでしょ。運河で材木を運ぶにはイカダを組み、それを船で引っ張ります。その材木の仕分けや格付けなどの仕事をしていた川波と呼ばれるイカダ氏がいました。こちらは当時山田さんが収めた川波の写真。手にしている飛び口といわれる道具で材木を自在に操っていました。昭和30年代には200人ほどいたと言われています。区内の運河に浮かぶ船や材木の数々、そして川波の姿は当時当たり前に見られる日常の光景でした。今では残された古写真とその時代を生きた人々の記憶の中に刻まれています。この川波が飛び口一つで材木を操る時に歌った労働歌が江東区の民俗芸能木場の木遣です。互いの息を合わせるため掛け声のように即興の詩をつけて歌いました。一方木場の角乗りも川波のイカダを組む仕事の余儀から発生した民俗芸能です。木材をいかに乗りこなし操れるかを競い合っていた技から、次第に数々の技術が加わり芸能として発達しました。浮かべた角材を回して乗りこなす地乗りを基本に、さまざまな演目が披露されます。やがては消えゆく当時の風景を捉えた貴重な写真。かつて運河だった仙台堀川も、大横川との交差地点より東は親水公園となりました。緑豊かな安らぎの空間になりましたが、運河に浮かぶ材木、行き交う船、そして川波衆の姿は消え、その面影はありません。
時の流れで仕方がないかなと思うんですが、というのは結局いかだがないっていうことはあんまり運河としての役目をしないのかなと、まあ残念だなとは思いますけれど、時代の流れで仕方がないんじゃないかなと思います。ではここからは山田さんが写した地元の写真をご紹介しましょう。こちらは昭和50年頃の木場周辺の写真。運河には材木と船が浮かび、積み荷を上げ下げしやすくなっている家屋が見えます。そしてその上には建設中の首都高速深川線、住宅地を縫うように整備された首都高の現代的な風景と昔ながらの木場の風景が共存する貴重な一枚です。山田さんは新木場移転に伴い取り壊される製材所も克明に捉えています。こちらは昭和51年現在の木場6丁目にあった工場の風景。新木場への移転時期にはこのような風景が木場のあちこちで見られました。永代通りを通っていた路面電車の写真。大門通りとの交差点付近に須崎の停留所がありました。町の何気ない日常が切り取られています。撮影した年は不明ですが、路面電車は昭和47年を最後に区内からすべて姿を消します。最後は昭和49年深川八幡祭り例大祭みこし連合渡御での写真の数々、担ぎ手たちの躍動感あふれる一瞬の姿を捉えています。富岡八幡宮の氏子でもある山田さんの地元愛あふれる写真です。富岡八幡宮大鳥居のそばに深川江戸伝統工芸品ギャラリー&ショップ木下があります。ここには山田さんをはじめ9人の職人による伝統工芸品が並んでいます。区内の伝統工芸の魅力を広く知ってもらうための拠点の一つとなっています。山田さんは都立工芸高校の講師として生徒たちに木工技術を教え、後進の育成に努めています。また江東区伝統工芸保存会の会長として伝統工芸全体の発展・振興・ PR 活動にも力を入れています。私は伝統工芸という立場でやらせていただいてますけれども、まあ実際にはものづくり全般、いろいろものづくりしている人が元気な世の中になればいいなと思ってます。今急速に白川あたり随分ね、若い人の人気でいろんな人たちが来ていますけれども、まあそういう人たちにも深川の歴史に親しんでいただいて、昔からこういう場所だったんだっていうことも理解して、それで今の生活が成り立ってるんだっていうことも理解していただければなぁなんて思うんですけれど、若い人たちの力を借りながら、もう少し進めていきたいなと思っております。古写真は動くこともなく語りかけてくることもありません。しかしひとたび目にすれば私たちの記憶を呼び覚まし、その写真にまつわるあまたの風景や出来事を紐解くことができます。時代の肖像、町の記憶、思い出写真館。9時
正午、3時、7時、役立つ情報放送中。見てねとことみちゃんも言っています。